せーの、神谷律です。よろしくお願いします。はい、今から11月16日に GOGOGO ということで、キースタジオさんでのナイト次読ませていただきます。イエーイ。はい、こんにちは、あいねです。今から11月16日GOGOGO のネット付き読みたいと思います。まず、やべパパありがとう。やべパパリクエストで、これ直接も言ったけど、リクエストで来れなかったごめんねって言ってたけど来れましたね。嬉しかったです。めちゃめちゃ特典会の時に話した時に、あれやべあれと思って、今日あれネット付きあれって思って、それがかなりのサプライズになって個人的には嬉しかったです。やめやぶパパは結構ね、神崎のライブ来てくれる時って本当に大事なライブにも来てくれるし、駆けつけてくれるっていうイメージがあるので、ゴーゴーゴーも来てくれたのがすごく嬉しかったです。やぶパパが最後楽しい曲、朝日夕飯とかあたりかな、見れたの、なんかそうだったかな、アンコールとかだったっけな、でも楽しい曲も見てもらえたのが私は嬉しかった。なんか結構がっつりした曲ばっかりだったから、最後の最後の最後で楽しい曲をできたので、そこをちゃんといてくれたのが嬉しかったなと思います。結構神崎のワンマンライブこんなハードな感じで続くので、これからもやべパパも頑張って遊びに来てもらえたら嬉しいなって思います。ありがとう。はい、お次が高文、ありがとう。なぜ555の次のリクエストで可愛さ満点なんでしょうか。私は出番直前にこれを撮ったんだけど、もう緊張してるし、 MC 覚えないといけないし、セットリスト覚えないといけないし、あっってなってる状態で、可愛いやつなんでと思って情緒みたいななってましたが、ちょっと半にやけで可愛い。でもね、よく見たらさ、目ちゃんと開いてないしさ、ちょっと不安そうな顔が出てるのよ。ごめんね。ちょっとやりきった後に撮ればよかったなって思いました。でもね、終始でも楽しかったんですよ、今回の555。前回はすごい緊張しててまともに覚えてないので、今回はちゃんと覚えてるし、それを高文にもちゃんと伝えようと思ってたんだけど、この間久しぶりに会えたら嬉しくてそれ忘れちゃってたんだけど、本当に555っていうイベント、神崎らしさ多いなって思いました。神崎の私を好きになってくれた高文も分かってくれると思うんですけど、これからもこういう頑張りながらじゃないとできない曲たちと向き合う私を見てほしいなと思います。ありがとう。チェキは可愛いです。ありがとう。はい、お次がトシ君、ありがとう。はい、今回はリクエストでめちゃめちゃ盛り上げる感じにって言われたので、盛り上げる風に撮ったんですけど、あっぱれがなかったんですよね。私あっぱれの気持ちで撮っちゃって、あっぱれないじゃんと思って、キースタジオだしないじゃんと思って、555だしないじゃんってなって、あって落書きしてる時に気づいた、ごめんね。でもちゃんと盛り上げる気持ちを満点で撮ったので、ほらめっちゃいい感じじゃない、この髪の毛もこうってしてるのに前髪だけ微動だにしてない感じ、アイドルさあるよね。だからこういうさ、盛り上げる時にさ、ジャンプとかすごいさ使う時気使うんだけどさ、前髪だけ絶対動いてないんだよなでも半目だったりするの前髪だけ意志が強いよね。でもなんか GOGOGO でちはやふるとか朝日やるの結構楽しかったです。なんか去年が本当にもう日輪鉄人とかも入ってたりして、もう休む余地なし、気許す暇なし、アンコールのちはやだけみたいな感じだったから、今回はねセットリストも変わって、流れも変わると雰囲気も変わるし、いろいろ楽しみ方が去年とはちゃうかったんちゃうかなって思います。それ含めて楽しんでもらえてたら嬉しいなって思います。ありがとう。はい、お次がゆうと、ありがとう。はい、今回は雨傘使ってっていうことで、本当に久しぶりに雨傘やったし、いつぶり、フランスとかタイぶりだと思うんですけど、あんまり雨傘しなかった分めちゃくちゃお客さんも喜んでくれてて、でも東京でやっただけだから大阪でもやりたかったんですけど、傘壊れちゃったりしてできなかった。チケ発の時にねやろうかなと思ったんだけど、傘壊れてるわと思ってできなかったんですけど、感じいい感じに撮れました。で、髪型もちょっとだけ耳かけとかにして雰囲気変えてたので、この席はいいかなと思います。何言おうとしてたんだっけ、あ、そうそうそう、555を大阪でやってほしいみたいな声が結構あったし、ゆうとも言ってたと思うんだけど、555を大阪でやってもさ、みんな大体半分ぐらいステージ見なくない？それを思ったの、あ、大阪の人ってステージ見ないじゃんと思って
だからちょっと不安なんですけど、ちょっと大阪でも頑張って開催できるように私たちも頑張るんで、もし午後大阪でもやってきた場合はステージ見ながらちゃんと私たちを励ましながらステージ見てください。ありがとう。はい、お次が10、はい、お次がかわしい、ありがとう。ちょっとセリフの呼び捨てで呼んでごめんね。かわしいって書いちゃって呼び捨てで呼びます。たまにネタ席とかさ、チェキとか呼び捨てで書いちゃうよね、ごめんね。かわしいって呼びます。今回はね555だったんですけど、555って結構がっつりかっこいい感じの曲が多いんですよ、めちゃくちゃ。カワシーが好きな曲も多いと思うんですけど、なんでならではのチェキを撮りました。結構お姉さんのセクシーなかっこいい感じのチェキを届けたいと思います。前もネットチェキ買ってくれた時2枚とか買ってくれてたと思うんだけど、かわいい感じだったような、綺麗系って感じだった気がするので、かっこいい感じのチェキは初めてなので受け取ってもらうの楽しみにしてます。なんか衣装では結構ステージに立ってる時はかっこいいイメージ持たれることが多いんですけど、私実際こういう服着てるとあんまりかっこいいイメージ持たれることないので、ギャップかなと思います。今のチェキとこの服全然ギャップかなと思うので、そこも含めてもっと好きになってもらえたら嬉しいなって思います。チェキ買ってくれてありがとう。はい、お次がリオ、ありがとう。はい、今回リクエストで東海の質3円の原因の好きなところっていうことで、私はセンターが多いんですけど、センターに立ってる時別に振りしてなくって、ラリラリラッタってやってるぐらいかな。なんで振りっていう振りが思いつかなかったんですけど、あえて言うなら蓬莱神話の時、最後のほんまにラスサビ前直前、なりちゃんが歌ってる時にパッってやる、そこもセンターなんだけど、そこの振り付けは結構テンションが自分でも上がるなと思いながら思い返して撮ってみました。結構まだ2回とかしかまだやってないので、リオも全然追いかけれてないと思うんですけど、 あれは絶対目が足りない曲だと思うし、何回かこれから見てもらって、私の好きな個人のポイントをまたリオがまた見つけてもらえたら嬉しいなって思います。いっぱいあるって言われたらそれはそれで嬉しい。ありがとう。はい、お次がタルタル、ありがとう。はい、今回555だったということでやりきりました。去年も555応援してくれてたけど、今年もこうやって応援してくれて嬉しかったです。直接会えたのも嬉しかったし、タコミチェキ撮ってくれたのも嬉しかったです。なんかアメちゃん蹴ってたのも面白かったけど、なんか武道館に近づいていくような気がするんです、555とかやってると。555とか大うさぎ祭とか、あとは周年とかやってると、なんか着々となんていうの、自分たちがやってることが形になって現れるライブだから、定期公演とかよりも濃く現れるライブなので、なんかそういうライブを積み重ねていくと自分たちも上に登っていくような気がするなって思ってます。ポジティブに考えるのであればね、まだまだ頑張らないといけないこと多いんですけど、でもそこで誰々が毎回毎回ワンマンライブに顔を出してくれたら本当に力になるし、力になるっていうか源になるし、だからこれからも遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います。頑張ります、これからも応援してください、ありがとう。はい、お次がメグ、ありがとう。今回555っていう癖の強いライブにもかかわらず、久しぶりにネットチェキのリクエストがなかったのでどうしようと思いながら、あえて可愛い感じのちょっと頑張ったから慰めて元気づけてっていう時期にしました。うさぎの形で、形ポーズうさぎのポーズで撮りました。よかったら気になってもらえたら、めちゃくちゃあざとい感じで撮ったんだけど、あざといのたまに頼むじゃん、なんかキュルンって全力でプリッコでとか、なんかそのシリーズだと思ってください。メグに褒められたいがために頑張りました。なんか結構ね、あんなに最善で見てくれると思ってなかったから、番号良かったって知ってたんだけど、すんごい緊張したし、本当に目線一つちょっと動かしただけでもバレる距離だから、本当にしっかり頑張って表情とかも作らないとなと思いました。自分が苦手なので表情作るのが、だから頑張って成長していこうかなって思いました。去年からはだいぶ成長してると思う、来年また成長した姿を見てほしいです、ありがとう。はい、お次が千秋、ありがとう。
リクエストで東海の室菜園の原影のおすすめポイントって言われたので、おすすめポイントはね、なんと言っても私なんかセンターめちゃくちゃ多くて、この曲がすごい初めて振り落としした時になんでこんなにって思ったぐらいセンター多いんですけど、なんかやっぱり自分センターに立つとすごいなんていうの、体が固まるっていうか、頑張らないとって力んじゃう癖があって、なんかそれが自分のなんていうんだろう、マイナスポイントかなって思ってるんだけど、こんだけセンターが多くてちゃんとした踊りをする、ちはやはるもセンター多いけど、あれは楽しい曲だったらいいんだけど、でそのセンターが多いっていうので一番よくやってる振り付けがここなんですよ。ラリラリラッタとか、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 このラリラリ系、ラリラリ系がめちゃめちゃおすすめです。おすすめっていうのも、ラリラリラッタがなんか何シリーズがあって、その1番2番3番ってあるんだけど、そのシリーズが全部振り付けが違うんですよ。だから違うのは珍しいんです。実は結構使い回し、使い回しって言ったら言い方が悪いよね、ちょっと同じフレーズが結構出てくる振り付けが結構かなぎって多いのに、これは毎回違うので楽しいかなと思います。私も結構アドリブで踊ってたりするのでチェックしてみてください。ありがとう。いつか直接見れたらいいね。ありがとう。ラスト、かなちゃんありがとう。はい、今回は GOGOGO ということで、かなちゃんもめちゃくちゃ楽しんで見てくれてたのが直接伝わってすっごく嬉しかったですっていうのは直接言ったと思うんですけど、なんかこういうかなぎらしさ全開のライブにかなちゃんが来てくれるのは個人的にはすごく嬉しくて、普段からかなぎラビッツのここが好きだよとか、普段からかなぎラビッツのために定期公演とか時間作って来てくれるので、それだけあのかなぎを好きでいてくれてるかなちゃんには絶対に見てほしいライブだったんですよ。だから来てくれて本当に嬉しかったです。4周年行くよって言ってくれた時も本当に嬉しかった。もうかなちゃんが来てくれるのがすっごく嬉しいです。だからね、これからもこうやってかなぎラビッツがやっていくこととか一緒に追いかけてもらえたら嬉しいなと思うし、かなちゃんの笑顔で私を癒してください私もかなちゃん見つけたらちゃんと指ハート送るからね、受け取ってください。ありがとう。はい、以上です。アイニョンチキ買ってくれた皆さんありがとうございました。ネクスト。はい、ということで、11月の16日の GOGOGO のリーのチキ買ってくださった方のお名前を読ませていただきます。まずはハリーさん、ありがとうございます。はい、東海のヒーツ菜園の原影ね、もうと、なんだろう、 GOGOGO 東京では初やし、GOGOGO で2回目ですね、東海のヒーツは。はい、しましたが、なんか私的には結構好きな曲やし、あのダンスも世界観がなんかバラバラで、時差なんか時系列バラバラでいろんなことが起こってるのが結構好きなので、なんかハリーさんも見て、あ、これはこうなんだなって思ってくれると嬉しいなって思います。ありがとう。はい、そしてフジメタルさん、急に GOGOGO でなんでこんな甘々なポーズなんだと思いながら、はい、撮りましたけど、なんかフジメタルさんに届くかな、どうかなって感じで撮ったので楽しみにしててね。ありがとう。はい、そしてですね、あ、ハリーさん2枚でした、失礼しました。でーん、2枚です。ちゃんと感想も書きました、お楽しみに、ありがとう。はい、そしてですね、ナルピー、ありがとうございます。かっこいいポーズ、かっこいい顔か、煽ってる顔ね、こういうやつね。はい、リンはこういうの得意なので得意なので楽しみにしててください、ありがとう。はい、そしてナギちゃん、ありがとうございます。ゴーゴーゴーって感じで撮ってみました。うん、なんか今すぐにでもなぎちゃんの元に飛ぶんじゃないかって感じです何言ってるんだ。いやけど飛べたらいいなってよく思います。ありがとう。はい、そしてみちおくん、ありがとうございます。はい、みちおくんはね、もうね、いろんな単独ライブとか、なんかかなぎがいるところに結構いろんなタイミングで来てくれることが多くなってきて、GOGOGO もその一つかなって思うし、キースタは思い出の土地だし、なんか嬉しかったです。これからもよろしくね、ありがとう。はい、そしてかなちゃん、ありがとうございます。はい、
ちょっとねかっこよさがね足りないかもしれないけど、かっこいい感じにしてました。なんか GOGOGO の曲は結構煽り曲が多いので、顔も結構ずっとこんな感じのが多かったんですけど、なんか普段はこんな感じでにこやかに生きていきたいなと思います。ありがとう。はい、そしてヤブパパありがとうございます。はい、ヤブパパ最近またねたくさん来てくれるようになって、まあ多分ちょっと前がちょっとね大変だったのかもしれないけど、なんか来てくれるようになって嬉しいです。これからもいっぱいヤブパパの顔が見れたら嬉しいなって思います。そこにいてくれるのが嬉しいです。ありがとう。はい、そしてタオくんありがとうございます。はい、なんかね忙しいだろうにこうやって、ね、ネットチェキもしっかり頼んでくれてね、届けることができてめちゃめちゃ嬉しいです。なんかリンがなんか励みになってるんだろうなって思うことが嬉しいなって思います。これからも励みにしてくださいありがとう。はい、そしてサラくんありがとうございます。いやもうサラくんはね、先月11月のなんかまとめみたいなやつ見た時にもうカンナギやんと思ったけどもうカンナギしかやんぐらいのテンションの感じだったんですけど、いやなんかよくねなりちゃんとサラくん来てくれるなって嬉しいねって話をしてるので、これからもよろしくね。ありがとう。はい、そしてタルタルありがとうございます。なんかカンナギラビッツらしさが出るライブだったんじゃないかなって思ってます。なんかタルタルの好きなカンナギラビッツがなんかそこにはあったのかなって思いながらこの時期を書きました。なんかこれからももっともっとこの GOGOGO のタイトルの通りいろんな曲が極めれたらいいなと思います。ありがとう。はい、そして最後やいちゃんありがとうございます。3枚ですね。GOGOGO 去年も このリクエストだった気がする。だからねポーズかぶってたらごめんちゃんとね見直してないので、けどかぶってたらかぶっててちょっと面白いし、なんか成長した感じが出るからいいかなって思うので楽しみにしててください。はい、ということで GOGOGO のチェキ買ってくださった皆さんありがとうございました。ネクスト。はい、こんにちは、ナリスです。ちょっと声がやばい。今から11月16日の GOGOGO 豪華で豪慢な単独ライブだったっけ、合ってる、豪快で豪強で豪慢な単独ライブ GOGOGO のネットチェキを買ってくださった方のお名前を読んでいきたいと思います。まずはヤブパパありがとう。わー嬉しい。行けそうにないのでお願いしますって書いてくれてたけどさ、ヤブパパあったよね、そういえばあれ来てくれてなかったっけ。なんかすごいあれ行けないって言ってた気がするけど来てるやんみたいな感じになったよね確か。そう、その時いやすごくね、なんか行けないからって言ってネットチェキ頼んでくれたのにもかかわらずチェキを取ってお話ししに来てくれたっていうのがめちゃくちゃね嬉しかったです。うん、その時僕ちゃんとヤブパパって分かってはいたんやけど、名前をね書いてたかな、書いてなかった気がするねんな、あんまり多分そんなに、あんまり多分そんなにって何かちょっと分からんけど、なんかあれと思ってちょっとびっくりしちゃったっていうお話ですちょっとねまたねヤブパパとそんなにお話まだしたことないよね。だからこれからもまたね、僕は忘れっぽいのでどん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 ヤブパパのね思ってることとか何かいっぱいぶつけてくれたらいいなって思ってるので、また遊びに来てください。ありがとう。お次がなおくんありがとう。はい、今回はね雨傘があったので、ちょっと雨傘を広げてみました。うん、しかもこの日前髪がねちょっともう湧きてた日なんですよ。GOGOGO だし前髪どうせなくなるからいいわと思って、もう前髪をね分けてて、ちょっともう前髪作ったところでどうせ汗でびちょびちょになってどっか行くわと思ってから、もう潔く分けた日でした。はい、これはちょっと強い女になれたのではないかなと思ってるので、ちょっと楽しみにしていってください。いつもよりかは強いんじゃないかなって思ってます。ありがとう。お次がカンヌありがとう。はい、いかつい表情でお願いしますってことだったので、ちょっとめちゃめちゃねいかつくしました。どうですか、いかつくなってるかなちょっと僕のねこの眼力とこの眉毛の
細さでなんとかいけるかなと思ったんやけど、ちょっとどうなってるかがわからないです。はい、まあでも結構いかつい感じの表情を、僕の中のいかつい表情を頑張って出したと思うので、ちょっとできてるといいなって思います。ありがとう。あ、次が、まさや、ありがとう。はい、ゴーゴーゴーっぽくちょっと強めな感じで言ってみました。どうですか。表情でね、ちょっと冷たい女の人みたいな冷たい感じを出してみたんですけど、どうですかね。ちょっといけるかな。なんか侍っぽくない？なんかわかるかな。でもこのチェキを見たら、どこが何が侍っぽいかっていうのがすごいわかるかもしれん。侍、うん、男やったら侍っぽいかな。うん、多分そんな感じだと思う。ちょっと楽しみにしていてほしいなって思います。ありがとう。はい、お次が、なっちゃん、ありがとう。はい、ちょっとね、しゃがんでちょっとヤンキーっぽくしてみたんやけど、結構何やろ、ギャル味の強い感じになったかなって思うねんけど、ちょっとどうなってるかわからないです。第三者の意見が欲しいです、めちゃくちゃ。うん、これは僕個人の意見でしかないから、ちょっとギャル味が強い、ちょっとヤンキーっぽい感じになって、ちょっといけいけゴーゴーみたいな、いけいけゴーゴーゴーということで、ちょっとやば。はい、そんな感じでね、ちょっとできてると思うのでやばい、ちょっと頭おかしい人になってきちゃった。はい、ちょっとね、燃え尽き症候群になれたと思います。この一日はとても楽しかったです。ありがとう。はい、お次が、ルッチャ、ありがとう。ゴーゴーゴーっぽくということだったので、あえて甘傘を広げずにね、掲げてみました。掲げるっていうか背負うっていうか、なんだろう、なんかちょっと武士感強い感じになったと思う。なんかすごい仲間にいそうな感じじゃない、 RPG とかでちょっとまあでもね、甘傘ゴーゴーゴーでやったから、ちょっと甘傘せっかくなので使ってみたんですけど、ちょっとこれは結構ゴーゴーゴーな感じになってると思います。楽しみにしててね、いつもありがとう。はい、お次が、ひょうちゃん、ありがとう。はい、ちょっと行けなくてごめんねっていうことだったので、全然そんなこと気にしてないです、僕は。まあね、何が何でもやっぱり国内にいる探検隊には、全国にいる探検隊にはね、日本のね全国にいる探検隊に、ちょっと駆けつけてほしいなっていう思いで、絶対に来てほしいなって、11月のイベントは絶対ここだけでも見に来てほしいなっていう思いを込めて、たくさん来て来ていっぱい来てって言ってたんですけど、はい、ひょうちゃん絶対に来ないとダメだよみたいな感じで、そんなそういうことじゃないから、本当に気にしないで、気に病むことはないです。まだまだこれからも楽しいイベントがたくさんやってくるしね、まあその時にしか味わえないライブとかも結構あったりもするけど、やっぱりその先のことをね、まだまだ楽しいことをたくさんやっていくから、まあ、それをね、一緒になんかどこのライブでもいいから、どこのイベントでもいいから、なんかその同じ時を刻んでいけたらいいなと思ってるので、これからもちょっとね、よろしくお願い申し上げております、申し上げたいと思いますはい、そんなに気にしないでっていうことだったんで、ちょっとね、来年は見れるかなって、来年もゴーゴーゴーあったらひょうちゃん見れるかなっていう感じのちょっと表情とともにはい、よろしくお願いします。これめちゃめちゃなんか面白い顔になってます。ちょっと多分ひょうちゃん好きかなって思う、なんかちょっとこの抜けてる感じ気に入ってもらえると嬉しいです。ありがとう。お次、エルドちゃん、ありがとう。はい、やっぱ甘傘がね、一番僕の中ではその印象強くて、ゴーゴーゴーの中で、まあその他にもいろいろ強い曲はいっぱいあるんだけど、そのなんやろ、道具を使うので、そのタオルもセンスもあるねんけど、やっぱ一番その小道具を使う曲の中で、甘傘の存在感うん、やっぱりすごいやんか。だからやっぱ雨傘を使っとこうと思って、記念なので雨傘を開いてみました。はい、この悲しみもなんか汗って書いてます。全然なんか
悲しい時とかあったらね、あのこの曲とともに悲しみを流してもらえると嬉しいなって思ってます。はい、今めちゃくちゃ寒いです。僕はとてもとても、なぜかというとまだ暖房をつけていないからです。頭がバグってきたね、そろそろいつもありがとうね。お次、みーちゃんありがとう。はい、ね、今回はね、ちょっとね、前髪を分けてみたんですよ。もう前髪分け分けお姉さんなんですけど、どうですか？僕の前髪あるのとないのとどっちが好きですかね、みーちゃんは。なんか、なりちゃんだったら何でもいいよってなんか言ってくれそうな気がしなくもないんだけど、なんか前髪がなかったらお姉さんっぽいし、あったらちょっとなんかアニメっぽいしみたいな、二次元感強くなるしとか、そう、そんな、まあって前髪あって長くなって片目隠しとかでもすごいなんか中二病感も強くなるんやけど、なんかめいちゃんの好み的になんかどういう髪型が好きなんかなって思っちゃったりしちゃったり、なりちゃん型が好きですか？はい、多分なんかそんなこと言われている気がなくもないと思っています。はい、結構この日はお姉さんが強強だったので、いろんななりちゃん楽しんでくれたらいいなと思います。ありがとう。お次がマサミッチ、ありがとう。はい、今回はね、雨傘があったので雨傘を広げているところなんですけど、どうでしたか？良かったでしょ？良かったでしょ？めちゃくちゃ、もう本当にね、555は去年もやったんですけど、結構あの評判が良くて、今年もたくさんの人にあの支えられて、あの生きてきた555だと思ってるので、まさみっちに見てもらえて良かったなってすごく思ってます。もし来年もあったらね、ぜひ見に来てほしいなって思います。僕の渾身の命を焦がすようなライブをぜひまた遊びに来てほしいなと思ってます。いつもありがとう。はい、でお次が、かわしありがとう。はい、膝下ぐらいまで映るようにお願いしますってこと、まあ全身に近いですね、こんな感じで大丈夫ですかね。はい、リクエストね、ありがとう。なんかね、555だからね、ちょっとあのパンチをしたくなりまして、うん、なんかすごい強なねイベントだったので、もう殴るような、追い込まれながら、もうなんだろう、もう追い込みに追い込まれるようなイベントだったので、僕の体力的にもね、すごく追い込まれるような、とても刺激的なライブができたんじゃないかなと思って、なんかその意味も込めてちょっとなんかパンチしてみようと思ったんですけど、なんか僕のパンチものすごく弱そう。どうなんやろ、なんかまあ弱そうでもちょっと愛嬌があると思ってくれたらいいなと思ってるので、はい、ね、楽しみに待っていてほしいなと思います。初ネットチェキかな、もしかして。そうやんな、多分。ありがとう。ちょっと書くの楽しかったです。はい。ちょっとまたね、これを機にたくさん、カンナギラビッツを遊びに来てくれると嬉しいなと思っております。ありがとう。お次、なぎちゃん、ありがとう。はい、ゴーっていうことだったのでね、ゴーを書いてみました。ちょっとこれ反転してると思うんだけど。はい、ちょっとね、ゴーゴーゴーのね、ゴーということだったので、本当にね、なんか英語にしてもカタカナにしてもその漢字にしてもないけど、マジで全部ゴーゴーゴーっていうタイトルってさ、すごいその外国人の人にも結構なんか分かりやすくていいんじゃないかなとなんか思いましたね。最初はどんなタイトルやねんとか思ってたけど、なんかなんやろ、後々に、なんやろ、後々からすごい、あ、ゴーゴーゴーにしてよかったなってなんかすごい思えてきたね。うん。なんやろ、なんかすごい僕はそう思ったね。うん、なんかいろんな意味でなんかだんだん愛着も湧いてくるもんなんだなと思いました。なぎちゃんも愛着湧いてくれてるかな、ゴーゴーゴーって。
世界の果てまでゴーゴーゴーって感じのね僕のなんか変なチョコ、変なチョコスタイルな感じでちょっとピヨーンって伸びてるんですけど楽しそうにしてあります。実際楽しかったですね。ゴーゴーゴー、また来年もやりたいです。ありがとう。お次がサラ、ありがとう。はい、今回はね、雨傘をやったので雨傘をね、肩にかけている感じで決めてみました。どうですか？本当にね、あの雨傘って結構僕の中ですごいやっぱ着てて、今一番着ててっていうのはまあ嘘なんだけど、なんかあの555の中でやっぱ一番写真映えするっていうか、この写真撮影 OK でカメラ撮ってくれてる人結構いっぱいおったと思うんだけど、まあそりゃもちろんね、あの見どころはたくさんたくさんめちゃくちゃいっぱいあるんやけど、やっぱ雨傘ってなんか異様やんか、めちゃくちゃなんかその中にいろんななんか思いが込められて、まあ、呪いの曲なんですけど、ね、すごくね僕は刺激的でね、あの熱くて好きな曲だなって思いました。おうって多分一番目を引いてしまう曲になるかなって思う。僕があのお客さんとして見たらものすごく雨傘好きになりそうって思ったので、ちょっとね、あ、個人的に雨傘使ってみました。はい、家族の楽しみにしててね、ありがとう。ラスト、タルタル4枚ありがとう。はい、本当にいつもいつもね応援してくれてありがとう。この日はね、前髪を分けてみましたってアピールしてたり、雨傘でねアピールしてたりとかしてたんですけど、なんかそのツイッターでさ、なんかまたあのメッセージ送ってもいいってあの聞かれてて、僕その時ちょうどツイッター見れてなくていいんでできてなかったんやけど、もちろんもうたくさんたくさんタルタルの言葉が欲しいし、もうなんならもう長文の長文、もうマジであの小説並みに長文とかすごく読みたいと思ってるのでね、このタルタルの気持ちを僕に伝えてほしいなっていつも思ってます。なんかツイッターとかでさ、結構その真面目になんかライブの感想とかあのレポしてくれたり、なんかそうみんな感想とかツイートしてくれたりしてくれるから、なんかそういうのを見てるとやっぱり、あ、ライブ一つ一つちゃんとあの考えてあのみんなのことを思ってあのできてるのはめちゃくちゃいいなって、ちゃんとその僕のね思いがちゃんと伝わってたらいいなって思いながらいつもライブしてるから、なんかそれをねやっぱちゃんと伝わってるんだよみたいな、伝わったよ、ちゃんとしっかり受け止めたよみたいな感じでいつもねそのツイートの感想とかしてくれるのめちゃくちゃ嬉しいし、もっともっとタルタルの言葉が僕はもう欲してるのでたくさんたくさんもう思ったことを僕に直接言ってきてくれるのもいいし、ツイッターでしか言えないようなことでもなんかそこでパッて書いてくれたらいいしね、まあ、それに対してまたあのライブの時とか物販来た時とかにも答えたりするのでね、またたくさんたくさんお話のネタもできると思うし、はい、いっぱい待ってるので楽しみにしてるね。うん、いつもありがとうぜひ楽しみにしててね、ありがとう。はい、ちょっと長くなっちゃったんですけど、ここまでね555のネタチェキ、動画たくさん読んでじゃない、たくさん聞いてくれてありがとうございました。ちょっとねライブ終わりでね撮ってるんですけど、本当に髪の毛を直せなくて申し訳ないです。本当にごめんね、こんななんかアンポンタンみたいな感じのあの格好をしてしまって申し訳ないですけど、まあこれはこれでなんか家なりちゃんって感じでいいのかなって思ったり、ちょっとね甘えてるんですけどごめんなさい。はい、ということでね555の熱席買ってくださって皆さんありがとうございました。本当に本当にめちゃくちゃ楽しいイベントだったし、すごい熱々で、なんだろう、また来年もやりたいなって思いました。この1時間半のワンマンライブね、あの多分去年よりも人が多かったんじゃないかなってすごく思います。やっぱりその命を焦がすようなライブをしたので、本当に本当になんか普段みんなからもらってるものをあのたくさん返していきたいなって思ってたから、この555のライブでも、ライブで1部2部でも1部でも2部でも3部でも、なんだろう、なんか少しでも
あの僕の気持ちをありがとうっていう気持ちを返せてたらいいかなって思います。本当にいつもいつもありがとうございますここまで長々と見てくれてありがとうということで、またこれからも遊びに来てね、ありがとうということで、ネクスト。はい、朝日です。11月の16日555のネット時期を買ってくださった皆さん、ありがとうございます。名前読んでいきます。はい、まずはじめるちゃん、ありがとう。555の時期ということで、なんか甘笠が一番好きなので甘笠をね、最後の決めポーズにしました。なんかちゃんとカメラ向いてない時期を送るの初めてじゃないかなって思うんだけど、朝日は甘笠が好きなのでできて今回よかったなと思います。ルチャが好きなのは七星玄武だけど、甘笠も好きになってくれたら嬉しいですありがとう、今回も時期買ってくれて。はい、そしてお次、藤メタル、ありがとう。ちょっとめっちゃ申し訳ない。リクエストをね、やってなかったです。すいません。本当に。ごめんね。ありがとう、実家ってくれて、今回も。まさかの首を痛めたまま555に出てしまうというね、めちゃくちゃ悔しい事態だったんですけど。なんとか踊り切れてよかったなと思います。いつか555も会いに来てください。ありがとう。はい、そしてお次、ガス、ありがとう。朝コーヒー、朝日時期ということで書きました。いや、もう朝にぴったりなこのきらびやかさ、きらびやかさだと思います。イガヤスがさ、コーヒーを飲んでるイメージがあんましないんだけど、飲むのブラックですか？ちょっと朝日さんはね、まだブラックが飲めないので、早く頑張って大人になりたいと思います。ちょっとぜひ優雅な朝にこのチェキを使ってあげてくださいありがとう。はい、そして次、ミキちゃん、ありがとう。チキ買ってくれてありがとう。そして、ゴーゴーゴー、来てくれてありがとう。嬉しかった。いつかは来てほしいライブの一つだったので、ゴーゴーゴーが。来てもらえてすごく嬉しかったです。お仕事終わりに急いで来てくれてありがとうございます。めっちゃかっこつけといたんで。楽しみにしててください。うんね、ミキちゃんまだ見たことない曲とかいっぱいあると思うから、ちょっとずつ、なんか披露、見てもらえたら嬉しいなと思います。ありがとう。はい、そしてお次、ヤブパパ、ありがとう。チキ買ってくれてありがとう。珍しいなと思いました思いました。ゴーゴーゴー来れんかったんかね、残念だなと思って。あ、でもまた来年も、再来年も、ね、たくさんの人から見に来てもらえるのであれば、ゴーゴーゴーは続いていくと思うので、またぜひ次の機会に会いに来てください。激アツだからね、このライブ。ありがとう。はい、そしてお次、かなちゃん、ありがとう。555の時期、いかつい表情でって書いてあったよね。めちゃくちゃかっこつけといた。あんまチェキ漏れないからこの顔しないんだけど、かっこいいなって思ってもらえたら嬉しいですかなちゃんとライブ中たまに見合うのすごく嬉しいです。朝日のことも見てくれてるんだなって思って、これからもちょっとでいいので朝日のこと見ててください。ありがとう。はい、そして次、まさや、ありがとう。かっこつけました。555チェキって書いてあった気がするので、リクエストに。いやー、555多分出ません。めちゃくちゃ好きだと思うのよ私いつか来てほしいなと思うけどね、東京遠いからね、大阪とかでもやれたらいいなと思うんだけど、いつかね、バチバチの曲だけを集めたライブ、プロデュース公演とかできたらいいなと思います。ぜひその時は遊びに来てください。ありがとう。はい、そしてお次、なっちゃん、ありがとう。じゃあ、雨傘です。ちゃんと開いた傘を置くのは初めてじゃないかなと思うんだけど、どうだろう。楽しかったです、この日もただ何があってさ、メイクがどんどん取れていくけさ、555の時最後絶対顔がめちゃくちゃ幼くなるのがすごく嫌なんだけど、多分なちゃんはそれでもね、可愛いって言ってくれると思うんで555いつか見に来てもらいたいです。ありがとう。はい、ちょっと次、タルタル、ありがとう。チェック買ってくれてありがとう。555タルタルいたんだっけ、ちょっと私何も覚えてなくて本当に申し訳ないですさすがにね、バチバチだけの曲を集めた
ライブということで、もう体力がすごい持ってかれたんですけど、なんかそれ以上に楽しかったなっていうのがすごく今回は残ってたので良かったなと思います。普段のライブからカンナギのね曲はしんどいんだけど、それを超えるしんどさだったので体力つけていきたいなと思いました。ありがとう、今回もチェック買ってくれて。はい、そしてお次リク、ありがとう。555だったんで雨傘にしました。あんましやらないからね、雨傘自体。すごく今回のライブもね楽しかったです。リクは何の曲が好きなんだろう、全然顔映ってなかった。なんかあんましリクからこの曲好きとか聞かないから、今度教えてくれたら嬉しいです。その曲張り切ってやるんでライブで。いつもライブ楽しんでくれて本当に朝日は嬉しいです。ありがとう。これからもなんだろう、まあ第一に楽しい現場って思ってもらえたら嬉しいなと思うので頑張ります。ありがとう。はい、そしてお次ゆう、ありがとう。今回もチェキ買ってくれてありがとう。ゴーゴーゴー応援してくれてありがとう。本当にさすがにしんどかったです。今回も楽しかったんだけどしんどかったね。もうライブ中5回ぐらい死ぬかと思って諦めかけたんだけど、ゆうが応援してくれたから頑張れました。ありがとう。はい、そしてお次なぎちゃん、ありがとう。ゴーというチェキということで、なんかこのポーズをね集合写真でやったので同じポーズにしました。ゴーゴーゴーもいつかなぎちゃんにね見てもらえたらいいなと思っております。あんましねないからね、名古屋でもねでかい単独ライブって本当に1回ぐらいしかなかったから、いつかやりたいですね。そのためにはねまず私たちが名古屋に行ってお客さんを増やさないといけないので頑張りますね。ありがとう、チェック買ってくれて。はい、そしてお次トシ君、ありがとう。ゴーなんだったっけ、まだまだいけるよねみたいな感じということで、トシ君もド M ですよね多分。朝日はさみさんによくド M って言われるけど、同じ匂いを感じると思って。でも午後の日はもうほんまに倒れるかと思いました。もうやりたくない。やりたくないって言ったらあれだけど、ちょっともうちょっとしばらくいいかなって感じなんで、ちょっともうこのテンションになることは、このチェキのテンションになることはもうあんましないと思うんだけど、なんかトシ君が自分を追い込みたい時に、この時見てください。ありがとう。はい、そしてラストぴょん、ありがとう。555来てもらえると思ってなくてめちゃくちゃ嬉しかったです。本当にありがとう。どうでしたか、多分めちゃくちゃ初めて見る曲いっぱいだったと思うんだけど、あでも配信ライブよく見てくれてたからそこで見てたとかはあるのかなと思うんだけど、やっぱ生で見ると全然違うと思うので、ずっと朝日のこと見てくれててすごく嬉しかったです。写真もありがとう。うまく撮れたやつあったら朝日に送ってください。キュンと会えてすごく嬉しかったです。誕生祭も来てくれるのかな、楽しみにしてます。本当にありがとう。はい、11月の16日555の時期を買ってくださった皆さんありがとうございます。ネクスト。はい、こんにちは、リオです。今から11月16日555のチェキの命名を始めたいと思います。よろしくお願いします。チェックマイスタルテル、ありがとう。はい、ありがとう、タルテル。はい、この日はねすごいね、私たちもねすげー頑張ったので、めちゃくちゃ褒めてほしい日だったので、めちゃくちゃ褒めてくださいっていうチェキにしました。はい、タルタルね褒めてくれるんだけどとか、なんかタルタルとすごいなんかいつもたわいもない話をしてるかなと思うんだけど、なんかマジで本当に全力でね褒めてほしいなと思って、なんかそういう日があってもいいのかなって思うから、これからなんかいっぱいいっぱいね今度褒めてください。いつもありがとう。じゃあ次行きます。トーリー、ありがとう。はい、買ってくれてありがとう、トーリー。はい、これはね雨傘のポーズです。雨傘の一番最初のポーズになります。リーね、雨傘のポーズね、リーだけ結構ね、リーだけだよね多分、傘上げてるんだよねこうやって、で結構女の子っぽいポーズになってるので、はい、そういうのもね注目してき、なんか見てもらえたらないなって思います。いつもありがとう。じゃあ次いきます。
ヤブパパありがとう。はい、ヤブパパありがとう。この間久々に喋ったね。ね、嬉しかったよ。ありがとう。はい、この日はもうバチバチリーだったのでね、かっこいいでしょみたいな感じにしてます。はい、なんかこんな感じ、まあポーズこれじゃないんだけどバチバチにかっこいいでしょみたいな感じにしてるので、はい、こういうねかっこいい D たちも好きかなって思うので、これからもいっぱいいっぱいかっこいい D たちもかわいい D たちも好きになってください。いつもありがとう。じゃあ次いきまーす。カヌちゃんありがとう。はい、ここにカヌエって書いてあるんだけどね。はい、なんかいかつい表情が好きって言ってたから、いかつい表情好きなのかわいいねっていう煽ってる感じにしました。はい、カヌちゃんね、私カヌちゃんってずっと呼んでるし、なんかねキャキャーみたいな感じだからいつもあれなんだけど、なんかいかつい表情も好きなんだったらこういうのも好きかなと思ってちょっと意地悪してみましたこれからもうちょっと意地悪してほしかったら言ってねいつもありがとう。じゃあ次行きます。なっちゃんありがとう。はい、ありがとうございます。なっちゃん、もっとりいろんなリを好きになってっていう時期にしました。マジでね、なちゃんはねかっこいいりもねかわいいりも好きだと思うんだけど、なんかりのね、なんか他の2人とは違ってりへの好きになり方がさちょっと違うじゃない。なんか世界で一番かわいい、なんか顔面の持ち主とかさ、大好きなアイドルとかさあるやん。私だけなんか違うやん、ベクトルがちょっと。なんかだからさちょっと不安になることが多いんですよね。別になんかビジュアルをな、あの好きでもないしみたいなことじゃない。もうなんかその不安になるので、ちょっともうちょっといろんな理由をもっともっとね、好きになって、もっともっといろんなねリーのことを褒めてもらって、もっともっとリーの自己肯定感を上げてください。なちゃんに託した待ってるよ、いつもありがとう。じゃあ次行きます。ラストかな。3枚買ってくれたとうとうありがとう。はい、お任せだったのでついにやりました、後ろ姿今度お任せやったら後ろ姿やるって言ったよね。だから1個後ろ姿入れてます。かわいいよ、でも意外とで555の強そうなやつだったり、今日はパッツン、まあ今日もパッツンなんだけど、髪の毛切ったら大体パッツンになっちゃうんだよねだけどなんかパッツンも好きかなと思って、パッツンのねガチパッツンのチェキもね入れてます。はい、いろんなねリーがこれで見れるんじゃないでしょうか。立ってたり座ってたり後ろ向いてたり最高に可愛いリー3枚送るので楽しみにしててね、いつもありがとう。はい、以上でリオンの次の面々上がりたいと思います。買ってくださってありがとうございました。ネクスト。はい、今から11月16日555で青いのね続きを買ってくれた人の名前を呼んでいきたいと思います。かぬちゃんありがとうございます。なんかいかつい顔でってリクエストを来てたんでちょっと調べてみたんですよ、いかつい顔って。じゃあめちゃくちゃなんか本当になんかいかつい男の人の顔が出てきて、あこういうことじゃないんですよとか思ってたんですけど、ちょっといかついってむずいなと思って、ちょっと怒ってる感じ、怒ってるっていかついっていうかわからないんですけどにしてみました。ちょっとね555ということなんで燃やしてみましたっておかしいけど、なんかその炎的なものを書いてみようと思ってちょっとね燃やしてみたんで、ねまたねちょっと届くの楽しみに待っててもらえたら嬉しいなと思います。いつもありがとう。はい、そして次行きます。タルタルありがとうございます。555のセトリの中に甘笠があって、ちょっとね甘笠最近全然やってなかったんで、ちょっとネットチェキに甘笠を使えたら嬉しいなと思って、ちょっとね甘笠使ってみました。どうでしょうか。ちょっとねあんまちゃんと見えてないかもしれないんですけど、結構甘笠持つだけでめちゃくちゃいい感じに見えてるんで、見てるんでて、なんかいい感じの写真になったので、またね楽しみに待っててもらえたら嬉しいなと思います。いつもありがとう。はい、そして次いきます。ヤバパパありがとうございます。甘笠ですね、甘笠のねチェキね本当にめっちゃいい感じになったから、ちょっとこれはネットで買ってくれた人に甘笠のやつと思ったから、ちょっとねそうネットで買ってくれた人のは結構甘笠のが多いかもしれないんですけど、そうなんか普段本当に甘笠使うことがなさすぎて、なんかめっちゃね貴重なんじゃないかなと思います。なんか甘笠がある
日のネット時期でも別に葵普通に撮っちゃったりするんでそうだからね、あんまり山笠使わずに撮っちゃうこととかもあるんで、リクエストなかったらだからね、貴重なねチェキになってるんじゃないかなと思います。また楽しみに待っててください。ありがとう。はい、そしておふみラストいきます。おふみありがとうございます。おふみもね、ちょっと雨傘のチェキにしてみました。なんか割とね本当にねめっちゃいい感じになってると思うので、楽しみに待っててもらえたら嬉しいなと思います。555ね来てくれると思わなくて本当にありがとうございます。めっちゃ嬉しかったです本当にそう555ね3つぐらいあったじゃないですか、ダンダンダンって3個ライブしてるぐらいのテンションだったんですけど、本当にでもなんかすごいね、1個目本当に緊張したしやばいやばいとか思ってたんですけど、2個目も結構緊張しててあやばいと思ってたんですけど、3個目はもう本当になんか逆にめっちゃ楽しかったですそうだからね、楽しんでもらえてたら嬉しいなとか思ってたんで、また感想聞かせてくださいありがとう。届くのを楽しみに待っててください。はい、以上で葵のネットチェキ買ってくれた人ありがとうございました。ネクストルーム今から11月16日アルタキースタジオさんでのネットチェキ買ってくださった方の名前を読んでいきたいと思います。はい、まずは4枚買ってくれたデビットありがとう。はい、ということであれですね、555は初めてということで知らないと思うんですけど、めちゃくちゃバチバチな、ね、曲を集めたライブだったんですけど、あの雨傘っていう傘を使ったね、フランスでなんだっけ、ジャパンエキスポでもねやったんですけど、傘を使ったあのものがあって、ちょっと傘と一緒に撮ってみました。デビッドに1回だけあったかな、わかんないけど、雨傘を使ったチェキをね、またあげてなかったなと思って、ちょっと今回はね、そういうのを入れてみようかなと思ってちょっとやってみました。はい、結構気に入るんじゃないかなと思って、しかも漢字でね、ちゃんと書いてるから、ちょっと漢字にやっぱね弱いということで、いい感じに書いて、かっこよく書いてみたんですよ。ちょっと難しかったんですけど、かっこよく書いてみたので、ちょっと見てほしいなと思います。はい、むちゃくちゃ汗かいたのでタオルと一緒に撮ってみたりとか、はい、またまたいっぱいフランス語で書いております。今見たらなんて書いてるんだっけって思い返すこともあるんですけど、なんて書いてるだろうこれ、わかんない、わかんなくなっちゃったなのでまた翻訳、いや、ちゃフランス語だから読めるか、これをね見てまたいっぱい感想を聞きたいなって思います。楽しみに待っててください。デビットいつもありがとう。はい、お次が2枚買ってくれたマー君パパありがとう。はい、リクエストで1枚はなんかあのなんだっけ、いつものあの強いあの見下す感じの顔じゃなくて、ちょっとなんだっけな、凛とした感じみたいなやつのチェキを雨傘と一緒に撮ってみました。あとは記念になる、思い出になるチェキということで、そう555は割と思い出に残ってたから、去年の555も、はい、だからそれもあって思い出に残るような時期にしました。できてるかな、思い出に残るような時期にできてるか分かんないんですけど、ちょっとインパクトの強めな感じの時期にしたのと、ちょっと甘傘なかったなと思って、これいつもとちょっと違う表情な気がするんですよ、思わないですか。ちょっと見てほしいんですけど、早くちょっと早く届くの楽しみに待っててほしいなって思います。はい、これはね、あのいつもの感じで全く違うと思う。あのもう1個2枚ぐらい撮ったんだけど、この時やっぱいつものさ顔が多分結構癖づいてるっていうか、よくああいう顔になっちゃうかな。そう、ちょっとだけ苦戦して、ちょっといいショットがやっと撮れたものです、これは。はい、なのでちょっと楽しみにしてほしいなって思います。はい、ちゃんと動画見るんですよ。マークパパ最近サボってるって聞いたので、ちょっとこの動画絶対見させようと思います。マークパパにまた会った時に言うからね、見たって。はい、なので楽しみに待っててください。ありがとうはい、お次が一応ありがとう。はい、ということで、めちゃくちゃあの555の時にね、道代のことすぐに見つけちゃいました。もうなんかすごい分かりやすいね、やっぱ道代って。
結構割と一番に見つけたんじゃないかなと思うぐらい、あの目の前にいたので見つけちゃいました。はい、むちゃくちゃね、目がもう光ってた。もう多分ね、どこを見ようか迷ってたんだろうね。結構みんなね、目があの泳いでて、あ、すごい、どこを見ようか迷ってるんだろうなと思いながら、はい、でも結構いいのも結構頑張ったんですけど、見てくれましたか、ちゃんと。そう、よかったよって言ってたけどね、あの本当に見てたかなと思って、割とめっちゃいろんなね、まあいいことなんだけど、いいなのことをたまにここを見てほしいなって時に全然目が合わないからさ、あれとか思いながら、そうだからまたね、いいなが見てほしいなっていうポイントを言うから、そこは絶対いいなを見ろよって思います。ありがとう。次可愛い感じにするので楽しみに待っててください。ありがとう。はい、次がかなちゃん、ありがとう。はい、いかついポーズ、いかつい表情ということで、頑張っていかつい表情にしたんですけど、ちょっと難しくて、イリナのいつもパートでいかつくなる部分をやってみました。これならいかつくなるんじゃないかなと思って頑張ったんですけど、また届いた時に感想を聞かせてほしいなって思います。はい、ちょっと楽しみに待っててください。可愛いかもしれない。ありがとう。はい、お次がゆうすけ、ありがとう。ということで、あの頑張ってねっていうメッセージもらったので、ちゃんと頑張るよっていう感じのストレッチしてる時期にしてみました。はい、結構ね、体が痛くなっちゃうから、ちゃんとストレッチしないと。なのでちょっと面白い感じに、いつもなんかいつも普通、割と普通めなチェキをね送ってる気がするんですけど、今回はね、あのちょっと違った面白いちょっと感じ撮ってみようかなと思って撮ってみました。はい、こんな感じでいつもね、本当にあの楽屋でみんなでこうやってストレッチとか筋トレとかねするんですよ、裏で。そうなの、だからその姿をちょっと今回は撮ってみました。どうですか、いいな、硬すぎてほんまにこのぐらいまでしかね伸びられへんくて、多分ユウスケに負けへんぐらい硬いと思う。いや、でも分からへん。でも割と前チェキ撮った時に、あのいいな柔らかいみたいな感じで言ってたけど、割とね硬いんですよこのぐらいまでしかいけない。そうなので、ちょっとレアなチェキになったんじゃないかなって思います。はい、めちゃくちゃあの555は頑張りました。でも次の日はめちゃくちゃストレッチしても、やっぱ筋肉痛はねもう絶対に来る覚悟でやってたんですけど、めちゃくちゃ来ました。はい、でも回復はね割とすぐに治ったので結構大丈夫でした。なのでこれからもストレッチは頑張りたいなって思います。ストレッチでちょっとどれだけね柔らかくなるかちょっと試したいと思います。まあゆうすけも一緒にストレッチして柔らかくなって、どこまで伸びるかチェキとかまた大阪でやろうね。はい、楽しみに待っててください。ありがとう。はい、お次がエルドッちゃん、ありがとう。はい、エルドッちゃん最近まだまだね全然会えてないから、あ、エルドッちゃん元気かなとか思いながら、久々のこうやって日時期でエルドッちゃんの名前呼べてめちゃくちゃ嬉しいです。はい、ということで2回目のね、みんな2回目か、みんな2回目なんですけど、イリナはね、すごい、あの、入って割と3、4ヶ月、4ヶ月ぐらいで555だったんで、めちゃくちゃいろんなね、曲を、あの、覚えないとやばいみたいな感じだったんですけど、今回は、あの、結構余裕も持ちながら、もう、ね、楽しめたんじゃないかなって思う。いました、555。今回はなんか楽しめたし、なんかやりきった感はすごいありました。でも本当に去年はもうとりあえずあの踊りきるっていうのが目標だったんですけど、そこにねエルドッちゃん来てほしかったなってすごい思いました。っていうかエルドッちゃんってどこに住んでたっけ。そう、全然割とエルドッちゃんのこと知らんなと思いつつ、またナリスに聞きつつエルドッちゃんからも情報を聞こうかなって、教えてもらおうかなって思います。また来た時はイリナのとこお話ししに来てください。ありがとう。はい、お次がタルタル、ありがとう。はい、ちょっとで555でタルタルのこと見つけました。でも結構めちゃくちゃ時間かかった、見つけるのに。すごいねスタッフさんに見えちゃって、タルタルがそうめちゃくちゃ近くにいたから、あれと思って、スタッフさんかなと思ってたけど全然タルタルやって、あ、タルタルそこにいたんかって感じで、そう
この55の時にも言ってたんですけど、そう、すごい見つけ、でも見つけれたことはね、一番良かったなって思いました。あの、見つけれないまま、え、どこにおったんって聞くのもね、ちょっとやっぱあれだから、ちゃんと見つけれて、あ、来てくれてると思いながら遠くで見て、そう、見えたかな、わかんないんですけど、はい、ちゃんと見つけましたよ。で、めちゃくちゃ555もね、汗すごい かくじゃん、絶対かくから、今回はタオルと一緒に撮ってみました。そう、汗いっぱいかいたって感じの時期なんで、楽しみに待っててください。ありがとう。はい、お次がふみさん、ありがとう。はい、ふみさんも2回目の555、みんな2回目なんですけど、そう、あの、去年に引き続きこうやって 大阪じゃない、東京まで名古屋から来てくれてめちゃくちゃ嬉しかったです。はい、なかなかね、あの、会える回数も割と結構今回少なくなっちゃったっていうか、カンナギが東京に行くことが増えたからっていうのもあって、ふみさんと会える機会が少なくなってたのもあったから、こうやって555で会えたのがめちゃくちゃ嬉しかったし、めちゃくちゃレスしたの分かったかな。はい、なのでこの席も頑張るよって席にしたので、楽しみに待っててください。ありがとう。はい、お次がヤブパパ、ありがとう。はい、この日ヤブパパ来れないって言ってて、ネットチェキに書いてたんですけど、最後の3曲ぐらいで来てくれて、あの、ヤブパパの姿が見えてめちゃくちゃびっくりしました。えー、来てると思って。そう、しかもあんまし来れない、もう間に合わないかもって思ってたのにもかかわらず、ちゃんとカンナギの T シャツ、カンナギ T 持って来てくれてて、仕事帰りに来てくれてめちゃくちゃ嬉しかったです。もうね、あの、見た瞬間、えっ、ヤブパパいるやんと思って、多分一番にイリナが見つけた自信がありますね。はい、それぐらいめちゃくちゃ嬉しかったです。この時期ではね、すごい、あの、頑張るね、来年は来てねみたいな感じのメッセージ書いてるんですけど、実際はね、来てくれたので、また来年も来てくれたら嬉しいな。もし555があったら来年も来てほしいなって思います。はい、次こそはね、もしあったら最初から最後まで行ってほしいなって思います。はい、ぜひ買ってくれてありがとう。楽しみに待っててください。ありがとう。はい、次で最後です。かわしい、ありがとう。ということで、はい、全身ね、いつもの全身を撮りました。ちゃんとね、あの、紐もクロス なるようにちゃんと設置して撮りましたよはい、ということで、今回ね、傘を使った、曲があって、ちょっと傘と一緒にチェキ撮ってみました。ちょっとこんな持ち方してたからさ、めっちゃヤンキーみたいになったんですけど、まあ、なんかカオシー、イメージ的にね、勝手にイーナが持ってるイメージ的に、カオシーはすごいヤンキーチックなお姉さんが好きなイメージがあるから、まあ刺さるんじゃないかなと思って、ちょっとこのチェキを選びました。はい、結構ね、あの、傾向的に綺麗なお姉さんが好きなイメージがあるから、そう、推してる方とかよく見ると分かるんですけど、ちょっとね、はい、だからこんな感じになったんですけど、気に入ってもらえたら嬉しいなって思います。はい、楽しみに待っててください。555めっちゃ頑張りました。なので褒めに来てください。ありがとう。はい、イリナのネットチェック買ってくださった皆様ありがとうございました。それではネクスト。はい、今回のお目的があります。どうぞ。はい、みちお、ありがとう。ありがとう。はい、昨年に引き続き今年も開催させていただき本当にありがとうございます。遊びに来てくださった皆さんも、ネット席買ってくださった皆さんもありがとうございます。それでは以上、私たちカンナギラビッツでした。ありがとうございました。